ナンスディの大冒険 YouTube 版、無人島で2泊3日ゼロ円生活。定番のやつやりますか。飲んでるんです、喉乾いた。水がないから一応これ鍋をセットしてます。雨水溜めて雨降ってる間に。こういうこと良い子はしないですよね。雨降っても水持ってってるからだよ。仕方ないそれは。何でもあるものは全て利用しますから。雨降ったらラッキーですから。喉乾いてる時は潤ってんですか。それ、うん、全然入ってない。小雨になった急に。首もつけないんで朝日も全部やる。朝日もも濡らしときます。朝日もって伸縮性があって雨に濡れると伸びるんですよ。で乾くとキュッて縮むんです。濡らしといた方が結束力が高まる。川がもう浄水してるから水は困らないんで、お風呂とかは川の水を使います。雨が降っちゃうと泥が舞ったりとか動物の死骸とか鳥の糞とかが舞っちゃうんで、飲み水としては使いづらくなるから雨水溜めてます。雨降ったら溜めたり滝が出てる場所を見つけたり、美容師さんは雨降ってるなーってマイナスに使うともう死んでるだけなんで、暗い場にできるものがある。平均によっては雨は恵みの雨になります。家作り始めるタイミングで降らなくていいですよね。人間目線で何事も言ってダメですよ。自然からのいただき物だから。すると雨が降って滝になってる。ないお水覚えてみるの。恐竜を使って家建てるんで、とりあえずこういう木が 1,2,3 10本でとりあえずまあまあいい家ができる。こういう板は床とか屋根に使えるので、壁とかに見つけたら集めます。あるものは全部利用しました。女の人とかもそんな木運べないよという人はこの植物を置けるだけ。8秒で絶対入る。女性の方とかはこういうの全然感じない。おお。結構なんで。はい。全然力持ちない。重くないですか。全然重くない。ただね、一個難点がありまして、はい、持つとが楽なんです。男は担いだのが早い。持ち物で大工道具としてはノコギリとナタと麻に持って持ってきたんですけど、ツルがあったんでちょっとツル使ってみようかと。まず材料作っちゃってから、家の骨組み作っちゃってから一気に立てます。ちょっと時間がないんでパパッとやりましょう。この無人島だけで通用する長さの定規を作ります。これが1単位です。この1っていう長さ、これを定規として5、10、12って単位。じゃあ次が一本引き立てます。で想定どれくらいの時間ですか。家建てるまで、はい、10分焦っていた。どうも言い訳させてもらいます。朝日も持ってきてるんで使えようってことなんですけど、3、4、いつもなら差し金使って金出すんですけど、差し金使って金って何ですか。90度の形した定規あるじゃないですか、あれ差し金って言うんですけど、うん、今回差し金持ってきてないんで、うん、ピタゴラスの定理、うん、3対4対5、差し子の定理、はい、で、90度出します。90度がガネって90度のことガネって。ここは90度で、ここに柱立てます。大外に柱立てて、屋根立てちゃってもう一本切っちゃうんですよ。それで床につくわ。浮かんできた。ちんと測らなきゃいけない理由ってあるんですか。やっぱ住む家だから、人が絶対綺麗に90度って取った方がいいと思う。高さも合わせてちょっといろいろ考えながらやってるんで、はい、その場所土地土地で作れるものも違ってくるし、ある材料も違うんで、うん、違うものになるんですよ。この段にしようかなっていう感じで、このサイズで、はい、ちょっとね、足踏み出ますね。あれ2メートルあるはずなんですけど、だからこの全部組み上げる材料自体は3っていう3島の単位、3っていう単位が5本、 4.5 が2本、4が5本、2.5 が4本あれば骨組みが立ちます。で、ノコギリって縦刃という言葉があるんで、粗いやつが縦刃、木目に対して縦に切ると。木目がこう横に出てるじゃないですか。真横に切るときは目の細かい横刃で切ります。で、よくね、本とかには45度とか切れって書いてる本があるんですけど、接地面積が少ないんで、ちょっと倒し気味の方がまっすぐ切れます。引くときに力入れる。押すときは軽くやって、引くときに力を押す。すごいです。まずは骨組みとなる11本の材料を作っていく。
で今回釘がないからここに引っ掛けて紐で持つ。落ちていた竹も利用。するとほらここできた。これで2本材料作ろう。およそ1時間で材料をとりあえず作っちゃったのでここから組んでいきます。穴掘って作った材料刺します。こうして固めて切ったものこう固めます。家の柱となる木を手際よく1本、2本、3本と立てていく。まだ休まない。腹減ってきた。グーって言った。グーよ。人間は水なしで5日間生きれるらしいんですよ。食べ物は20日間なくても生きれるらしいんですよ。まずは体温を下げない拠点作っちゃうのが一番なんです。竹なんでちょうどポッてかぶるんです。とりあえずなるべくこの島にあるものを手にしてツルを使いましょう。本当は麻ひも濡らしてやるといい。でツタも一緒で伸縮性があるんで濡れた状態の方がいいんですよ。明日の朝グッと締まってくる。早いですね。普段やってると早いでしょ。そうですね。楽しいです。もう一方の柱も同様にツルで縛る。体から湯気が出てますよ。どうですか、あったかいんでしょ。燃えてんでしょ。楽しいもん。とりあえず2個買った。次は 4.5 やね。もう一本もう一丁。お次は柱の間に一番長い木を立てる。これ粘土質って粘土も全然出るんだろうな。あともうちゃんとこれ粘土日壁作ろう。時間があるから下に小石を詰めて上から土かぶせて固めます。おかしいな、疲れてんのかな。全然何言ってるか分かんなくて。さすがに限界じゃないですか。限界っていうのはその人が限界って決めた時限界になるから、限界って決めなきゃ限界ってないんですよ。限界じゃない。どうぞ。真ん中の長い柱を立て終えたら、そこに屋根の高い部分に使う胸木をツルで結びつける。それぐらい手伝ってください。高さ合ってるかどうかぐらい教えてください。じゃ全然休まないですね。家作りのコツは休まずに組み切っちゃうと思います。そして胸木から短い柱にかかる垂木を組む。かなり本格的な家作りだが、自然のツルを使っているので。ああ、おお、なんでツルでやろうって言ったんだろう。どうしてツルでやろうって言ったんだろう。ああ、これ朝日もポケットに入ってるから。よいしょ。なんでツルでやるって言っちゃったんだろう。うん、そこに苦しみあるけど。時間かかって申し訳ありませんね。皆さん。土台がやっぱしっかり立ってるかって重要なんですね。大工さん大好きなんですよ。大工さんかっこいいじゃん、職人でね。大工のカンナ削りの大会、日本一を決める大会ってあるんですよ。それとか見に行くとね、大工がもうそれぞれ表情も全員違うんです。個性豊かなんです。だから家って簡単に言うけど大工さんで全然家違ってくるから。時刻は午後8時。今回この無人島生活でやりたいことがたくさんあるため、急いで作業を行うナス D。ここまでおよそ12時間休憩は一切取っていなかった。いいんじゃないですかね。とりあえずはちょっと一旦だけ休憩しますか。はい。しないっす。しないっすね。続けます。終わんないっすもん。これ何、一旦休憩どこでするんですか。この中で。一方ゆい子は飛行機トラブルのため、なんと夜の6時にようやく無人島へ到着。下がやってもた。1、2、3、4つ前や。うそや。そう、間違えてこちらの4つ前の島に上陸してしまったようだ。もう俺ここから海行ってくるわ。あ、着替える。というと浜口4つ手前の島から真冬の海で漁を開始。あれだ。はい、バコン。アリノはパンツ一丁で島まで泳いだ。絶対間違えてる。遅れを取
取り戻そうと早速魚を突く浜岸。まだナスリーは家作り中だが、ここからは両者の取った魚の数を比較して見てみよう。果たしてどちらが多くの獲物をゲットしたのか。先制攻撃の浜岸、まずは5匹と上々の滑り出し。取ったなー。あかん、もっとぞ。何、もうあかん。ほら見な、何こう震えがこうなんか意思に伝達してった。おお、バイブ機能や、バイブ機能や。あ、もしもし、あ、もしもし、もしもし、電話鳴ってるね、もしもし、電話鳴ってるね、サムネ。うわぁ、マサオさん湯沸いたよ。あっちぇ。どちらがより無人島で生き残れるか。ここまで見た審査員の判定は、お、接戦。僕は実は依然としてよい子さん、その楽しんでやるっていうことがすごくいいことで、楽しいと血液の巡りも良くなって体温も維持ができますから、そのポジティブにポジティブに保てるっていうのが非常に素晴らしいところだと思います。やはり怖いのが潮の満ち引きですね。潮が達するところでは堆積物が溜まってるはずですから、そこを探すとかちょっと不安に思うところありますね。ウーロン茶とジュースですけど、飲めるものかもしれないけど、まあ飲むならちょぴっと飲んで少しこう様子を見るとか。もう今一気飲みしてましたからね。あれ本当に良い子は絶対に真似しない。良い子ってあのこっちの良い子じゃなくて、家を作るのに時間がかなりかかってるけれど、淡々と一つのことをまず集中してやるっていう意思とか計画性が感じられるし、長い目で見た時にナスディさんの方が安定性がある暮らしなのかなと思いました。ナスディは続いて骨組みの補強。目指すのは雨や風が来ても壊れない頑丈な家、さらになるべくこの島にあるものでというこだわりの中、島で調達したツルのみで完成させた。なんて言いました。早いですね。ちっちゃい声で、もうちょい大きい声で言ってる。骨組みができたところで、いよいよ。さあ、お待ちかねの屋根ですよ。屋根の3ですね。縄文時代から江戸時代ぐらいまでのかやぶきの時代っていうのは竹をこの3に使ったんですよ、昔は。今はもう見られないですね、竹の3って。今はね、新しい道具とかいい道具っていっぱいあるじゃないですか、うん、昔の人の方が知恵はすごいですよね。こうやってないものの中から生んでたから、昔の人の方が絶対に知恵はあったんでしょうね。しょうがない、めちゃくちゃ遅れてる。延長したいのにしたいと思います。10日ぐらいゆっくり魚ついて、あの鳥も取って本当のところやったら覚醒してきてるか分かんない。自然の鶴の扱いも目に見えて上達している。鶴でも結構できるもんですか。そうですね。こっちもやった方がいいですか。そうですね、ちょっとぐらい綺麗に見せたいんで、はい、夢ないじゃないですか、ボロボロの家ですから。屋根の3を組み終えたら、こっち広げる時に使った藁、長めのやつを探して10本ワンセットにして、お得意のツルでしっかりと結び、10、これ10じゃ余んないんで20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 で80160。これ160セット。切った草をこういう風に縛ります。ボサボサなこの絵なんで先っかけて、でこれが屋根の束、イメージ100ぐらい、100束ぐらいを作ります。なんか、まあ、でももう慣れれば早いんで、1個30秒、50分結構かかる。でもこれはもう無言でいきましょう。黙々と作業を進めるナス D。 ある程度屋根の材料が出来上がり、雨がこう流れるように下から組みます。通すだけ。作ってた材料を組んでいくのが一番楽しい。シャ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 楽しいでしょ。プラモみたいで、うん、やりたいことがたくさんあるため早く次の作業に進みたいが、不格好やな。今回ちょっと簡易のやつなんで、ね、はい、言い訳しますと、はい、細かいところが気になり、これ何してんですか、ね、カットします。見た目を綺麗にする。全然楽しい、全然に楽しいわ。
ぶってやってる。ここに来て鶴ありがてえですね。いつも朝日もでやってるから鶴つらいなと思ったけど、全然スピード上がってる。鶴にも個性あるんだなって知りました。鶴のものによって硬さとか強度とかにすごい差がある。めちゃくちゃ細いくせに根性ありやすくて、ここのやつがもういればでっかいくせに全然すぐ切れるやつ、もう無理や。図らずもシピボ族みたいな家になってきました。シピボはずっと変わらずいるってことやな、この作りをして何年も。ヤニの材料が足りないんで草を刈ります。で結局どんどんこっちが増えてます。増えた分だけ何か作らないと。端が見えなくなるのが残念ですね。天井で星を優先するか雨を優先するか。いや雨でしょ。サバイバルなの。出れば、一歩外出れば見えますね。気持ちいいな、楽しいな。粘土質なんでここの島が、屋根もレンガ焼ければいいんですけど、多分それやると1週間ぐらいいるんで、簡易の屋根にします。わらぶきの屋根、最低限の雨はしのげる。屋根できたんでとりあえず次は床です。ナス D の家作りはまだまだ終わらない。次に取り掛かったのは床を取り付けるための枠組み。長さを調節し、ここもツルで固く結ぶ。土台作ってるんで多分安定すると思う。これ終わっちゃう。蓋結びの作りのもある。そう下げてるんですよ。めっちゃ素早いでしょ。すごいですね。パッパパッパどんどん変わってる。この土地にあるものだけで作ってるから。できるもんですね、ここまで。そうでしょ。ほとんどまだできてないですから。下にもね、いろんな子がいるんですよ。知りました。今結んでるその人は何だろう。めちゃくちゃ弱な子なのに芯のある子です。最終的に社長になる子。ちっちゃい子でいじめられてるんですけど、最後なんか大逆転ですか。よし、同じ子ですか。ちょっと弱かったですね。紐に悩まされますね。鶴の個性を語りながら準備は整った。お次は作った土台の上に床となる木材を置き、飛び出た部分を切り落としていく。こちらも一本ずつツルで結んでいくこだわりよう。床作りたかった。この島土だらけじゃないですか。雨もよく降るから釘使えないからね。釘やったらパン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 って打ちつけて終わり。釘とは言わないけど朝暇やったらな、簡単にできたね。うわ、穴倒けた。あー嬉しい。地面じゃないとこにトーンと置けた。そしてこちらの大きな流木は玄関の目印に。はみ出た部分は切り落とす。喉乾くわ。水も飲まない、ご飯も食べてないだな。ちなみに撮影スタッフは交代で休憩している。一人休まないナス。このはみ出た木を切るため何度もナタとノコギリを使い、ここでようやく。それでも妥協はしない。ここあいやんね。流木を組み合わせ床を広げていく。ここぴったりかな。これ出すぎかな。そこで出すかな。あれ出た。とこの島に来て初めて。うわ座れた。座れました。座れた。やっと座った。無人島来てやっと座った。置けるね。床できてるな。さらに床板同士をつなぎ合わせ強度を高める。随分強くなる。くっついてるからね。これも損傷コラン外れちゃったわけなんですよね。多分そうです。だってこれ全部くっついちゃってるから。
流木系のがいいかもね、一番右足やから。おしゃれな感じがいいかもね。要はどこにそれ入れちゃいますみたいな、こうして、これはこれでいいと思いますよ。僕らも好きだし。空いた隙間は余った木材を小さく切って埋める。3日間しかいない無人島生活だが、完成度の高さを求め細部までとことんこだわった。どうすかね。とりあえずできた。屋根できてることに今気づいた。遠い昔に感じる。だいぶ強い。まだやるんですか。まだやります。まだまだやります。終わるの3日後ですからね。まだまだやりますよ。朝からノンストップで働くナス D、 さらに家を補強していく。まず木材を6本均等に切り揃え、それを床が空いているスペースの四つ角に打ち付けた後、ツルで結んでいく。野田が、ああ、そうして固定した柱の上に別の木材を置き、こちらもツルで結ぶ。ツルがきつい。バンバン来てるから。今度はその上に長めの板を縦に取り付ける。慎重に高さを測りながら、これもツルで結んでいく。妥協はしない。ああ、ちなみに飛び出た木材はきれいに切り落とした。反対側にはその真ん中に柱を入れ、こちらもツルで固定。太いやつって弱いね。続いて草刈りの時に見つけた大きな竹を半分に割り、出てみよう。置いた板の上に並べていく。こんだけやりますね。数が足りなかったようだが、今ある分だけ長さを揃えてツルで結び、板の上に固定。一体何を作ろうとしているのか。隣同士の竹もツルで固定、強度を上げる。青竹踏みみたいな気持ちいいな。マッサージ的な。忙しいんですよ。こっちは気持ちいいと思うこれ、うん、私結構意外と頑丈できてる。行こう、入るよ。なるべく無人島にあるもので、その思いで材料にこだわってきたが、自然のものを使うと時間がかかる。ツル大事やな。だいぶガシして湧きたけど。どうする。忙しいな。大変やることが多い。全然だ。足りない部分は拾ってきた木材を追加し、幅を合わせて切り落としてツルで固定。この作業を何度も繰り返すのだが、とにかく急いで作業を進めている。というのも、こっから量いかなあかんねん。火も起こしてないし。火起こしはもう5分って考えたら。ことごとくする。火起こしはね、やれるの。やります。やります、やります。雨が止んだので濡らしたくなかった部族の鉢巻きを装着。感じで斜めにしてる。最後は木材を斜めに切り、隙間を埋める。こうか。木目に対して縦の時は大きい刃、縦刃で切ります。縦と横使います。斜めに切るのは高度な技術。しかしナタも使い、ちょうどいった。神が味方しました。ただハマらん、ピタッときますからね。ピタッときました。完璧ではないです。ちょっと雑なんですけど、3日間なんで、ほんまにもう無人島のプロが見たら笑われます。ブッシュクラフトとかやってる人、余裕でやりますよ。この作っていた家具は、こっちはベッドができた。鶴を束ねてこんなものも手作り。竹の方がいい。綺麗にしていると、こらドキン。
ドキン今のは怒りますよ、いくらなんでも。います、そんな一般の家庭に撮影できたスタッフが失礼しますって靴で入ってきたらドキンってなるでしょ。これ今入ってるとこですから、しかも大きで当たり前でしょ。ここ入り口なんだから、このカーブで、こっちがベッドなんです。実はベッドというか完成しました。はい、やった。ほうきは屋根にかける。ただいまって帰ってきて、ちょっと疲れた寝よう。うわちょっと足りてなかった。頭出てる、足も出てる。ほんで、わあ竹の裏のゴキブリがすごいねと思います。これ2メートルって考えてます、この横幅。全然なかった。まあでも天気が良ければこれでいいですね。足ちょっとこっち側なんか作ります。膝ぐらいの長さのものを作ります。気持ちいいですか。気持ちいいです、気持ちいい。その前にドキン。ドキン、汚い靴で完成しました。これでもう家は完成なんですか。ちょっと待ってください。そこで、はい、あれこれ完成っすかって言われるとやりますけど、まだこっから持ってやるんで、はい、いやもうやりますよ。インサート撮ってください。早く、あの言葉で言ってあげます。言葉でナレーション入れてあげますよ。無人島の中にあった茂み、その茂みの中に匠が作った小さな可愛い家、そこには愛情と自然に対する尊敬の念があふれた、でも大きな大きな家が、まあなんていうことでしょう。入り口には綺麗なカーブのかかった匠がこだわり抜いた丸太が、そして屋根には買ってきた草を使用しました。匠のこだわりで釘は一本も使用せず、無人島にある鶴を使いました。部屋のほとんど半分を占めるという大きなベッド、そのベッドは匠のちょっとした計算ミスで膝から先が家の外に出てしまう。でもその小さな家の中には大きな大きな愛情が詰まっていました。ベッドに寝転んで夜空を見上げると、なんてことでしょう。そこには大きな大きな薩摩ゴキブリがいるのでした。でもこの無人島にあるもの 100% で作ってます。屋根とベッドができたんで火起こします。火起こしは竹、乾いた竹がいります。乾いてないと絶対につかないです。火種を飛ばして火をつける、ホクッとつけます。今回この竹は持ってきてるんですよ、乾いた竹を。だからこのカラッカラに乾いた竹なんですけど、本当は浅縄をほどいたやつがいいんですよ。竹に小さな切り込みを入れたら、でここに穴開けます。で下に貫通するぐらいで、ここの下にこの穴からね火種が落ちるんで、ちょっとやってみましょう。火を起こしますよ。しゃっ、火は一箇所に力を集中させると起きるんで、力を下にかけてこっちを。なるべく自然のものだけを使う、そのこだわりから火起こしも自力で行うナス D。 果たしてつくのか。はあ、今ね煙立ったんですよ。うん、もうちょっとしてるんですよ。いけそうだ。手応えはあるようだ。さらに力を込める。外で分かるんですよね、ことく。火起こしの勝負は最初の数回だという。まだやりたいことがたくさんあるようなので早めにつけたい。はあ、出ますよね。匂いしますね。できてないんけど。落ちてんすよね、ほら、ね、これ行きかけてんすよ、こいつ。ほら、やっぱ左ですよ。落ちてたんすよ。気づかんかった。気づかんかった。ちくしょう、落ちてた。気づかんかった、しまった。ちなみに、あることを忘れていた。で、ポイント一つ忘れてました、これ。さっきこれなしでやってたのに。ついたぞ。ついてもどうするっていう。もう一丁ってなって
さあ準備は万端、気合を入れる。とここで。消える。アサミの塚はもう全然使ってなかったのに、ここまで島のもの以外これでつかなきゃ。もうライターつけましょう。ポーってライターつけよう。必死に空気を送る。竹もフーってやろうと思ったのこれしかないの。フーってやろうと思ったこれしかないなかったもん。持参した朝縄に火がつけば安心。さあ、つきそうだ。弓切り式とか切りもみ式とかっていう火のつけ方よりもまだ竹がつくかなと思うけど、もしくは自転車があれば自転車の車輪のところに棒を置いて火を置いて、もう切り手で回すんですよ。そうすると2、30分でつくんですよ、摩擦で。もしこれ消えたらどうするんですか。もう生でいく、全部食べない。もしか食べない。だってもう2日しかないから。でも火好きやわそんなこと言いながら嬉しい忙しい忙しい、こんなことやってる場合じゃない。とりあえず着いたんで、よし行こう。こっから寮に行く。食べ物ないから。疲れてはないんですか。全然疲れてない、余裕ですよ。森プリって得意なんですか。得意ではないです。仕事でできるようになった。なんでもあの浜口さんに森吹き教えたのが、はい、友森さんだと。始めたの一緒ぐらい。浜口さんより先にロケハンでやったっていう。1ヶ月1万円の時にロケハンでやって、それで教えた。ウェットスーツが 1.5 ミリなんですよ。もうレオタードみたいな細さ。浜口さんとか5ミリなんですよ。海の中で動けないんで、魚の動きの方が早いから 1.5 ミリ使う。青いでしょ。なんで青いと思います。魚に気づかれに。それ正解。それ言わない方がいいやつなんですよ。本当に当たった。迷彩になってて青で、海の中で魚に気づかれないようなウェットスーツなんです。くよ。1人500やる。覚悟完了。もうすでにちょっと震えてるもん、手が。もうこれナイフです。水中ナイフ。ロープとか引っかかっちゃった時に切る。これでもつけますけどね、魚。やってみましょうか今日。マジですか。やりましょう。今日はもう時間もないし夜中なんで、ナイフと素で、ナイフと素で、ほら黄金伝説って書いてる。黄金伝説やってた時のフェイスマスク、これで履いてた。久しぶりに装着。うん。浜口さんと違う森なんですね、まだ。これ一本森でなかなか刺さりづらい。ただでかい抜いたら一本はつきやすい。今日は森は一応大物いたらつく、あとは全部手でいく。せっかくつけた火が消えないよう一応薪をセット。さらに海から上がった後体を温めるため鍋でお湯も沸かしておく。30分以内に帰ってくる。行きましょう。目標何匹取ってきてほしいですか。5匹。じゃあ6取ってこよう。30分間で6匹素手とナイフで取ってくる。この手で取ってくる。よっしゃ。もうすでにものすごい寒くなってる。体温が下がる。体温の低下が無人島の生死を分けるって頭で言ったのにもう低下してる。なんかもう全然頭が回んなくなってきちゃった。回ってる。大丈夫。あのよい子さんたちが食べることだけ考えている一方で、
ナス D さんはこう住むところをまず整えるっていうか、それぞれのどこにサバイバルの重きを置いてるかっていうのがはっきり見えてきて面白かったですね。ナレーション聞いて本当に涙が出そうになりました。あれはやっぱり寝るところと生活空間とあの島のものを実にうまく使ってますよね。間取りも含めて完璧ですよね、はい、そのロビンソン・クルーソーの実際のお話というのは28年間で、実在したモデルは4年4ヶ月なんですね。4年ぐらいは軽く過ごせるぐらいの。ナス D は、ナス D に関して心配なのはやはり食べていないので体温が下がってきてると思うんですね。体温下がってくると運動能力が下がるのもそうなんですけど判断能力が下がってきて考えられなくなってくるので、ここから冷たい海にも入りますからちょっと心配ですね。短期決戦、冬の海は長くいちゃいけない。短期で30分で決めてきます。これで帰ってこないとその後仕事ができない。海に入るとすぐさまナイフを取り出し海底へ。ナス D は一息でかなり深く潜ることができるようで、海面からではなく潜りながら魚を探し、見つけたら迷わず取る。12月31日大晦日、無人島2泊3日0円生活6時間半スペシャルを放送と同時に、ナス D の大冒険 YouTube 版にて無人島から生配信。地上波の生実況解説はもちろん、番組準備の裏側に浜口が極寒の海で生盛り付きに挑戦、さらに生チネリに新春占いなど YouTube ならではの企画も目白押し。また当日のライブチャットで皆さんの意見を募集し、地上波の番組放送に反映いたします。お暇な方ぜひ一緒に番組を作りながら年越ししましょう。ということで、何卒チャンネル登録お願いいたします。